それ引っ込んでろ。ちっ、くそ、あっ、しまった。神器点検よ。どー、やー、俺がやってやる。おっと、危ない。やらせるかよ。さあ行こう。応援は頼んだ。おお、楽しみだ。ああ、もちろんだ。これもついでだ。俺も入れてくれ。英雄さん、畳みかけろ。俺が相手だ。敵将、俺が打ち倒した。ま、これが俺の実力ってやつだ。俺の武勇、無双って言ってもいいんじゃないか。まずいな、なんとか立て直さないと。これはシャレにならないだろう。くっ、これ以上は無理だ。すまない。よし、うまくいったな。すごいな、これが英雄の力か。こんなに強いとは驚いたな。あんまり無理しないでくれ。頼りないかもしれないが、俺も頑張るから。無理はするな。少しは俺を頼ってくれ。迷惑をかけてすまない。そのありがとう。悪いな、助かった。悪いが、手加減なしで行くぞ。ち、油断したか。今回は引くしかないな。玉木、城でおとなしくしていればいいものを。玉木、次は必ずお前を倒す。四季、邪魔をするな。くっ、やっぱり強いな。けど次は必ず勝つ。趙雲さんの槍さばき最高だ。しびれるほどかっこいいな、趙雲さん。竜の化身って感じの戦いぶりだ。趙雲さん、呂布さんの部はすごいな。さすが鬼神だ。なんて強さだ。呂布さんが味方で本当に良かった。呂布さん、元気さんのお仕置き効果抜群だな。元気さんにお仕置きされるなんて、敵が哀れなような、羨ましいような。元気さん、周曹さん、力がみなぎってるな。周曹さんは強いな。それに早いし力持ちだし、憧れるしかない。周曹さん、雪村さん、さすがだ。雪村さんの戦い方は激しいな。俺もあんな風になりたいもんだ。雪村さん、三成さん、うまくやったな。三成さん、戦果を上げたのに冷静だ。そういうの切れ者って感じでかっこいいよな。三成さん、直虎さん、すごい脚技だ。直虎さんは強いな。それに可憐で美しい。恥ずかしがらず堂々としていればいいのに。直虎さん、有馬さんの戦いぶり迅速果敢って感じだ。有馬さんの剣さばきはすごいな。さすが隊長を務めるだけのことはある。有馬さん、ダリウスさんの術はすごいな。頼もしすぎる。ダリウスさん、優雅に決めたな。この気品あふれる感じ、女性が放っておかなそうだ。ダリウスさん、ノブニャガさんって結構容赦ないよな。ノブニャガさん、堂々と決めたな。
その風格、まさに魔王って感じだ。信長さん、大岡さんの立ちさばき、かっこいいな。大岡さんはすごいな。強くて凛々しくて、しかも美人なんだから。大岡さん、ホロウさんの銃は何でも撃ち抜いちゃうんだな。こんなに戦果を上げてもひょうひょうとしてるなんて、やっぱりホロウさんは素敵な人だ。ホロウさん、あんなに大きな銃を軽々と、すごい。時継さんの戦いは男気にあふれてる。これが本物の勇者なんだな。時継さん、かすみさんの動き、つい見とれてしまいそうだ。かすみさん素敵だ。強い上に美しいなんて、最高すぎる。かすみさん、マリーさんの動き全然読めない。マリーさんは本当に強い。でもその笑顔を見ると守ってあげたくなる。マリーさん、ほのかさん、いろいろ技を持っててすごいな。戦ってるほのかさんは楽しそうだな。普段はおっとりしてるのに、その差にグッとくる。ほのかさん、レグリナさんの冷酷さ、しびれるな。レグリナさんの罠は華麗で残虐で屈辱的。さすが魔人の娘だ。レグリナさん、ミレニアさん、どんどん敵を買ってるな。ミレニアさんの罠は鮮やかだな。反対に表情は冷静なのもたまらない。ミレニアさん、これが町人、なんてすごいんだ。竜の忍者の技、どれも最高にかっこいいな。ハヤブサさんから目が離せない。ハヤブサさん、アヤネさんの動き、蝶みたいに綺麗だ。アヤネさん素敵だ。あなたみたいな英雄と出会えて幸運だったな。アヤネさん、ウィリアムさん頼もしいな。ウィリアムさん、なんて迫力だ。侍ってのはすごいんだな。ウィリアムさん、ソフィーさんの錬金術はすごいな。ソフィーさん、見事な活躍だな。さすがはできる錬金術師だ。ソフィーさん、プラフタさん、可愛い顔してすごい迫力だ。プラフタさん、冷静に決めたな。本当に頼りになる英雄さんだ。プラフタさん、なんて強さだ。これが青い血の力なのか。アーナスさん、凛々しい戦いぶりだ。これからも頼りにさせてもらいたいよ。アーナスさん、クリスさん、すごい演出だ。クリスさんの旋律は怪しく美しい。ずっと聴いていたくなるな。クリスさん、リオさんの戦い方は楽しくて素敵だな。さすがは勝利の女神だ。この戦い、リオさんがいる限り負けはしない。リオさん、玉木、よくやった。けど無理はするなよ。玉木、強くなったな。こうしてお前と一緒に戦えて嬉しいよ。玉木、
キキ、お前なら決めてくれると思ってた。シキ、やっぱりお前は強いな。悔しいけどかっこいいよ。シキ、望む未来、この手で掴み取ってやる。この点検で敵を切り裂く。無双スターズ。